前の登山、前に登ったのが去年の広いなんか綺麗な道ですね。あそこに大田書いてありますね。大田がいます。親切に。あー、どっち行きますか。どっち行こうかな。ラストスパートなだけありますね。巨大な丸木が倒れて登山道を塞いでる。いやー、今日の最高峰493m。 やったー。今日のやつ、これですね。昨日100円ローソンで買ってきました。結構僕カロリーメイトって好きじゃなくて、ボソボソするじゃないですか。水が欲しくなったりするので、結構僕はしっとりタイプを選んでます。はい、行動食にはね。うん、しっとりしててうまい。いいですね。なんかちょっとガスっちゃって周り何も見えないんですけど、この鳥の音しか聞こえない感じ、すごく好きです。今日ずっと動画撮影をするのに夢中で、ずっと水飲んでるんです。せっかく持ってきたのに。に来てる。それじゃあですね、軽く軽食戻って息も整えることができたので、また先に進みたいと思います。次はですね、天鶴山に行きたいと思います。天鶴山はですね、南側がちょっと展望が開けているので、そこでちょっとラーメン作ったり、ですね、温かいものとか、あとちょっと甘いコーヒーも飲みたいので、ちょっと楽しみですね。お腹空いてきた。よし、行きましょう。随分ガスっぽくなってきちゃいましたね。遭難仕掛けるので、ちょっと心配ですね。ちょくちょく先からクモの巣が、すごい。全然人通ってないんでしょうね。もう手にあやとりができますよ。すごい。ついや疲れる。登り下がって。こんなすごいんだ。長野のガシラかな、ちょっとわかんないですけど。っていうところに到着しました。このまま天鶴山に住みたいと思います。久しぶりの登山はきついですね。ちょっと、日が出てきて、気温が少し上がりましたかね。それとも僕の体温が勝手に上がってるだけなんでしょうか。とにかく暑いですね。なんかもう汗がダラダラ出てきます。すげー長い上り坂急。うわー、今日最初に登った大高山が見えます。すげー、結構登りましたね。で、こう見るとガーって下ってきてますね。なんでかアップダウンをなんか結構繰り返してる感じですね。結構とんがってたんですね。あそこ山頂付近が結構急だったからかな。大高山を見ることができました。よかった。はい、今ですね、大高山と次に向かう天鶴山のちょうど中間あたりにいます。今日なんか大高山でその時に出てたあの濃くて白い霧が、結構太陽が出てきたからか消えてきましたね。視界が結構良くなってきました。次のポイント、天鶴山が見えました。すげえ。まだちょっ
っと距離がありますね。頑張りましょう。これ結構8月とかになったら登山結構きついですね。大丈夫かな、もうちょっと体力つけなきゃいけないですね。結構節約したつもりなんですけどね、まああんまり節約するのも良くないんですけど、まあ、水をこまめに取るってことは重要なので、まあ、ちょいちょい飲んでます、結構自分水飲むタイプなんで、まあ、登山じゃちょっと持てる量が限られてるんで、少しね、これをきっかけに飲むペースっていうのも十分考えて計画的に調理していかないといけないですね、これから登山やるのであれば。はい、すっげー急な坂を降りて、そしてからの、うわー、これを登るんかい。あっちにですね、ちょっとカメラからでは見えないんですけど、あの向こう側の峰が見えるので、そこが多分今日の、2つ目のゴールになるんだと思います。これを行くのか、すげーな、低山ってバカにしてたわ。おお、坂を下ってるとね、たまに止まれない時があるんですよ。天鶴山山頂、目の前ですね。あれかな。よし、頑張りましょう。天鶴山を守る会、そんなのあるんですね。景色です、すごいですね。都会の方が辺り一帯ちょっと前がかかってますけど、あそこにあるのは西武ドームですかね。霧見えます。どうですか、今日のメインディッシュの天鶴山の展望ですね。すごい開けてます。今日これを見に来ました。さてね、あのお腹も空いたんで、ちょっとラーメン作ってご飯にしましょう。それでは、塩ラーメンいただきます。
飯美味しいですね。自分で作ったあのおにぎりもなかなか美味しいです。ちょっとね、塩気が足りないかなと思いました。結構多めに塩かけたつもりなんですけど、あんまり塩の味がしないな。でも梅が効いてるから美味しいです。はい、というわけでですね、天角山、見事登頂することができました。そしてですね、山の上で久しぶりの、ラーメン、そして、おにぎり、ね。とても美味しかったです。山の上で食べるご飯っていうのは、やっぱり、なんか、そうですね、当たり前の味がすごく、美味しく感じられて、魅力的だと思います。ということでですね、無事、二つの山、制覇することができたので、東阿賀野の駅に降りて、無事にね、帰れるように、していきたいと思います。それでは。一般コースが辻沢コースで、なんか上級者向けっていう、なんかちょっと、っていうベテラン向けっていうのがなんか、尾根道コースっていうんですけど、少しでも、道の人気の多い辻沢コースに行けばね、雲の背にかからなくてそんな済むと思うんで、まあ、行きましょう。おお。これ、まっすぐ、ジグザグですね。ひたすらジグザグですね。すーげー、シダ植物。すーんごい。グリーン、グリーン。青空じゃないけどね。沢が見えました。和みますね。ちょっとね、沢を見つけたんで、ちょっとね、顔浴びがどうしてもしたいんで、汗びっしょりだったので、失礼します。やっぱり、自然っていいですね。うわ、もう。雲の巣、すごい。水浴びたばっかなのに。何ですかね、ここは。なんだろう、ここ。うわ、また雲に引っかかった。絶対雲のすごいです。おぉ、なんかもういるんだもん。見えますかね、これ。うわ、動いてる動いてる。キモ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 。襲わないでくれ。行ってるそばから雲の巣が来てるし。2018年は日本標高第1位の富士山に登って、去年の2019年9月の頭に標高第2位北岳に行ったんですけれども、じゃあ今年はって言ったら、やっぱり標高第3位を狙いたいと思ってるんですよ。今年の夏はですね、ちょっとコロナでどうかなーって感じですよね。ちょっと標高第3位の北アルプス、奥穂高に行きたかったんですけれども、山荘が通常営業してるかどうかですよね。奥穂高に、挑戦できるのであれば、もう少しですね、もう少し登山の練習
山歩きの練習をしなくちゃいけないと思います。やっぱり今日結構息切れも多かったので、もう少しもうちょっと標高の高いハードな山を、攻めていきたいなっていうふうに思ってます。着きました。ゴールです。帰ってきた帰ってきた。いやー険しかったですね。意外と標高が 500m 未満の山だったんでちょっと舐めてました。久しぶりだと結構きつかったですね。もう少しで、ゴールの東安納駅ですね。今回もご視聴いただきありがとうございました。そろそろね、梅雨も終わって、暑い夏の日が続くと思うんですけど、これからも、目標日本標高第3位の、奥穂高を目指して、日々トレーニングに励んでいきたいと思います。でした、無事、駅に着くことができました。東安納駅到着です。今回いかがだったでしょうか。大高山そして天角山の安納アルプス縦走、日頃の運動不足にいい刺激になったと思います。最終登山、それまでにね、また少し、走ったり体幹トレーニングなどしてね、基礎体力を少しつけたいと思います。コロナにかからないよう、気をつけてください。ありがとうございました。ドアが閉まります。ご注意ください。